して姿勢をしっかり保ってください。君の体が自然に動いてしまうのは目の働きと鼻があるんです。目が捉えた物の世界の基準によって正面の目の体の位置がしっかり動きで判断されているのです。奥へ目の役割は脳の正面の周囲に教えてくれる姿勢をしっかり保ってください。よく正面を見つめて聞いていてください。中へ動いて君たちの姿勢を判断しコントロールしている。正面を向いて今姿勢をしっかり保ってください。今君の目の前で起こっている動きを目に加え、その情報を一生懸命脳に伝え、脳は君たちの姿勢をコントロールしようとしているのです。中へどうぞ。この装置の反対側にある正面の部屋が姿勢をしっかり保ってください。奥へどうぞ。仰向けになると正面を傾いて自分が滑り落ちそうになる面白い体験ができるよ。中へどうぞ。奥へどうぞ。正面を向いて姿勢をしっかり保ってください。よーく正面を見つめてい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 てください。正面を見て姿勢をしっかり保ってください。床が動いていないのに体が傾いたり動いたりするのはどうしてなんでしょう。周囲の壁は回転して見えますか。止まって見えますか。中へどうぞ。よーく正面を見つめて聞いていてください。正面を向いて姿勢をしっかり保ってください。君の体が自然に動いてしまうのは目の働きと関係があるんです。目が捉えた物の世界を基準にして君の体の位置や動きが判断されているのです。目の役割は物の色や形を教えてくれるだけじゃないんですか。よーく正面を見つめて聞いていてください。正面を見て君たちの姿勢を判断し